来、えー、ました来ました象を乗せたトラックは今やってきました7月末福岡市動物園にやってきた4頭の象途中で1頭死んでしまったものの残りの3頭はならし飼育を経て今月30日に一般公開されることが決まりました動物園のアイドル的な存在の象ですが 人間が起こした戦争によって、命を奪われた歴史もあります。その歴史を後世に語り継ごうと、数年前から悲しい記憶を語り始めた男性がいます。熊本市に住む金澤俊夫さん、87歳。幼い頃、熊本動物園の飼育員だった父親とともに、 ゾウ舎の横に住んでいましたガラスを一枚挟んでね、手前がゾウ舎とこちらが私たちの住まいで父太郎さんは3歳でインドからやってきたゾウのエリーに2年間つきっきりで芸を仕込みました

日に日に動物園にも押し寄せました食料なんで手に入らなくなる飼料飼育員たちは自力で動物たちの餌を確保していたといいます園内にね家庭菜園を作ってい、ね、て、うん、それをうさぎとか、うん、そういった飼料でしたんですよ。うんうん、そのうさぎたちはまた トラとか、うん、オーカーとか、それの食料になる。猛獣を殺処分せよ。旧日本陸軍は空襲で檻が破壊され、猛獣が国民に危害を加える恐れがあるとして。熊本動物園に命令を下しました。各地の動物園で殺処分が行われる中。虎、ライオン、熊などが。 次々と殺処分されましたそして1945年4月いよいよエリーにもその時が訪れます隣に住んでいた金沢さんはその最後を覗いてしまったのです最初はね、うん、像のプールがあるわけです、うん、そこにね高圧前線を流してね、うん でそこでエディがあがプールに足を突っ込んだら、うん、そこでスイッチうん、うん、でもあのエディはね、うん、やっぱり自分のね、うん、運命を察知していたのがね、うん、もう全然寄りつかない気の陰で見とってね安堵したのもつかの間 立ち会っていた第六師団の司令長が口火を切りますおい、彼女をお前が殺せで、やっぱり軍の命令に逆らうことはできません父太郎さんは電流が流れる棒の先にエリーの好物だったさつまいもを巻きつけましたエリー、辛いもだよ レディーはね、うん、花をあげて、それを口の中に、うん、無理やりですよ、うん、押し込んで、うん、それからもう何分もせんうち、横倒し、うん、父もね、うん、ごめん、ね、レディー、許してくれと、心の中で叫んで、ね、うん、銃を押し込んだらしいんです。うん 我が子のように可愛がったエリーを、自分の手であめてしまった無念さ。さらに。その象の肉はね、舞台の兵隊さんのご馳走になって消えていったんです。象舎の村の水道があるんですよ。三日間。 赤い木はたまったまま日本はこの日から4ヶ月たらずで終戦を迎えました今、熊本市動植物園にはエリーの下あごの骨が展示されています当時、象を解体した業者の親戚が自宅に持ち帰り40年もの間ずっと供養していたそうです 両端には花がて、で真ん中には線香がある私はねそのなんて聞いて涙が出たんですよ。でね願う悪魔ね父が生きてきたら連れて行きたかったなと今月11日金沢さんの姿は福岡市の演劇ホールにありました 1>, 1ヶ月以内に猛獣を殺処分せよと戦時猛獣処分命令を出しました行われていたのは野坂昭幸さんの戦争童話集の朗読劇です作品のテーマが動物園の像の殺処分だったということもあり金沢さんは舞台に招かれエリーにまつわる展示も行われました 父の位牌の前でね、今日は博多に行って、お父さんと永遠のお話をしてきますて、うん、戦争のない日本であってほしい、まあ、それが願いですね、うん、そうすれば、こういう話も生きてくれたい、うん、福岡市に4年ぶりに訪れた、平和の象徴ともいわれる像 戦争を語り継ぐきっかけを私たちに与えてくれています。